ゆきないのゲームのツボ。こんにちは、ゆきないです。すごいね、肩凝ってきちゃって、もうかパンパンなんだけれど、だから有機内の肩のツボとかにして、誰かマッサージ師の人に来てもらって揉んでもらうっていうのはダメかな。20分間、本当にもう自分で指入らないんだもの。なんかあの社長が某有名通販で磁気枕を買って、今1個買うともう1個ついてくるっていうのを1つもらって、それで寝てるんだけど全然ダメ、全然効かないの。でも肩こりはまあちょっとでも寒くなってきたり、ちょっと運動不足になるとすぐあの凝り性は昔からなんだけれども、今年ちょっと早いな。なんで10月のこんな今頃から革のコート着てるわけでもないのに凝っちゃったのかなと思っていますけれど、そうあのね、あと思ったんだけど、最近 RPG ゲームって出てるの？本当に。昔ってやっぱりゲームって言ったらあのロールプレイングで、でコマーシャルもバンバン言ってたじゃない？ないよね、あんまり。これからの季節はね、ちょっと暖かく、部屋を暖かくして、ちょっとバター醤油味ポップコーンみたいのとかをちょっと置いて、でね、ロールプレイングっていう感じの方がゲームも良くなってくるじゃない。あ、さらに肩凝るかな、そんななんか走ってる途中なんだかわかんない格好で、寝てる格好で片手で A ボタンとかずっとしたままとかでやってると、ちょっと関節まで脱臼してしまうかもしれないけど、でもやりたいな。そうそう、RPG って名前つけて結構時間かける人と、いまだにあーいいうーとかでパンチ入れたくなるような名前でやる人いると思うんですけれども、そうだな、4人くらいいるとどれぐらい迷うの？1人につき私やっぱ5分ぐらい迷うかな。だからゲームで名前迷う人って、自分の子供とか猫とかに名前つけるときとかも迷うんでしょうかね。いや、私結構ね、自分の名前とかももう変えちゃおうかなとか思ってるからあんまり名前に執着がないんですけど、あの本名とか特に芸名はどうもあんまり勝手に変えちゃうと、あのそれはあのみんな怒ったりするから勝手なことできないけど、なんかいいじゃない。だから例えばイタリアとかに行ってる時は有機ペペロンチーノでもいいわけじゃない。なんか発音しにくかったりやっぱりするんだって、特に日本人の名前って。また英語圏の人も発音しにくいのもあれば、例えばナオミとかだと発音しやすいんだけど、 A とか C とかは結構商工とかやっぱしにくいとか聞いて、だからそこだけの、そういうのも現地名っていうのかな、わからないけど、なん か海外の時のその名前みたいの勝手に作っちゃうかなとかね。フランスだったらユキジャンボン、なんだろう。でもおよそカタカナ字が似合わないよね。髪の毛とかも茶髪とかにしてもダメなのかな。マガジンはバーガーショップで撮ってください。ラビンドビン、ハメチャビン、ハメチャビンか。何が飛び出すゲームのツボ、今日も最後まで。ゆきないのゲームのツボ。日本一短いゲームサイトストーリー。このコーナーを聞いてゲームをやればゲームが10倍楽しくなるというコーナーです。日本一短いゲームサイトストーリー、今日も業界人が言うところのこじゃれたサイドストーリーが来ています。では早速皆さんが送ってきてくれたゲームサイドストーリーを紹介しましょう。一つ一つのストーリーをイメージすればマガジンに入っているはず。まず大分市のペンネーム高来木の実さんからいただきました。日本一短いゲームサイドストーリー、ドラクエ宿屋協会必死のキャンペーン。
近回復の泉や回復ポイントの出現で利用がめっきり減ってきたドラクエの宿屋。そんな経営状態の悪化を受け、全国宿屋協会では宿屋のおかみを集め会議を行ったわけですが、とりあえず旅人の皆さんにより一層宿屋をご利用していただこうと、サービス満点の宿泊プランがいくつか挙げられたわけで、今日はそれを紹介しようと思います。プラン1、夢見プラン、あなたの頭に電脳シアター。宿泊したお部屋でお好みの夢が見れるプランです。1泊2名様、税サービス込み200ゴールド。プラン2、1日勇者プラン、あなたも勇者になってみませんか。町の長老があなたのことを1日だけ町の勇者と認めた上で町の秘密を教えてくれるばかりか、あなたに町の運命まで託しちゃう素敵なプラン。どうぞ1日勇者を1泊税サービス朝食込み185フード。プラン3、ふるさとプラン、あなたもコスプレでただに。山里離れた温泉も湧く当旅館では、私たちの村出身の英雄と同じ格好してきたお客様に対してのみ、やまいけるお帰り、今日はゆっくり休んでおいきよとお部屋の方をタダでご利用いただくプランです。先着10名様無料、ただし特別地方消費税のみ別途。この3つのプランに続き、新しいサービスも満点のドラクエの宿屋、皆さんもぜひご利用ください。ちょっと夢見プラン高くない？200ゴールド。銅の剣180ゴールドだよ。勇者になるのが180ゴールドでしょ？朝食も込みでしょ？で、町の運命を託してくれるんだよね。ってことは町のものをかっぱいで持ってってもいいということだ。だってほら、お城とかで何でも用意に必要なものは持って行ってよろしいって言われたり、真の勇者は盗みだとせぬはずだとか言われながらもなんか持ってっちゃったりとかするもんね。から私だったらそうだな、コスプレでただにかな。でスライムに化けて入る、あのスライムしか入れないスライムの形のところあったじゃない、スライムの町の控え室。私はあそこで暮らしたかった。あそこすごい好きだったの、幸せそう。次は平塚市のペンネーム二次元ポケットさんからいただきました。日本一短いゲームサイドストーリー、召喚獣宅配便。最近はポケベルばかりか携帯電話や PHS も非常に手軽に手に入るようになりましたが、ゲームの世界も例外ではないようです。というのも、以前は召喚士しか呼ぶことのできなかった召喚獣も電話一本で呼べるようになったのだ。その名も召喚獣宅配サービス。都内なら携帯電話でもポケベルでもメッセージさえくれれば30分以内に召喚獣がお宅にやってくるというサービス。しかし詳しいことを調べてみると、どうやら便利とばかりは言えないようです。あ、オーディーン、オーディーン、ベルってるよ、ほら。あ、本当だ、誰だろう。至急テルして、シーフ、なんだ東中野のシーフからじゃん、超最悪。いいよいいよ、シカベルしちゃいなよ。だいたいシーフがオーディー呼ぶなんて50年早いよ。そうだね、地下鉄乗ってたとか言っとこうかな。と注文が入ってもより好みをする始末。もちろんそうなると呼んだ客の方も黙っていません。当然です、召喚士じゃなくてもオーディーンとかが呼べるはずなのですから。ピリ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 、あ、オーディーン、ピッチ鳴ってるよ。嘘、はいはいはい、もしもし、あ、シーフさん、え、ベル、しんないしんない、呼んだの、知らないよ。ほんとほんと、違う違う、今地下鉄なの、今から、うん、え、来いって、しかとしかと、県外とか行っちゃえって。そうだね、え、何、あ、うん、聞こえない、うん、プチ。ねえねえ、しつこくない？うん、もうなんかシーフ超 MMC って感じ、斬鉄入れてよっていう感じ。やはり召喚獣は召喚士が有無を言わさず呼ぶしかないようです。し、知らない言葉がいっぱい出てきたぞ。 MMC ってなんだっけ、マジムカつく殺す。なんか私なんかの頃とかって、あのまだそんな伝言ダイヤルすらもなかった頃だから、
学校内のクラスの友達同士とかでは結構暗号めいたこととか作って割れないように言ったりしてたけど、今はそれが広まって一番面白いんだけわざと使ってるっていう感じだよね。あ、わからん。日本一短いゲームサイドストーリーのコーナーではありとあらゆるゲームのサイドストーリーを募集しています。宛先は郵便番号111東京都台東区浅草橋 5-21-4000 時が有機内のゲームのツボ、日本一短いゲームサイドストーリーの係までです。素晴らしきゲーム仲間、今月のゲストはウェーブレース64を制作した任天堂の江口達也さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうこのスタジオでは評判になっていて、あの打ち合わせ室のところでみんなやっていて、俺は発売前チャンピオンだとか言っている大バカ者。いや実際にものすごい腕前で。すごい上手く、なんかもう今の時点で自分ちぎなに上手くなっちゃって、意気揚々の人とかもいるぐらいもうハマってるんですけれども、やっぱり純粋に走って。なんか競うとかいうのってすごいそういうのが一番好きだってファンの人がきっと多いと思うんですけれど、そうですね、あのスーパーファミコンとかだったら、F-Zero、そうですよね、マリオカートとか、そうですよね、走り込んで、すごいこれはもうタイムがこんだけ短くなったとかいうのをね、うん、遊びまくるという猿のようにやりまくってもらいたいという、うん、そうそう、だからまたタイムももちろん大事なんだけれども技が結構、そうですね、このゲームの場合はただ走るだけじゃなくって、まあ、実際のジェットスキーでもフリースタイルっていう競技があるんで、それに習ってあのアクロバットみたいなことをできるようにって作りましたけど、私は実際ジェットスキーをもちろんやったことはないんですけれども、だからこれを最初みんながやってるのを見て、あ、ジェットスキーってものは軽くて爆中で爆中っていうかボタンをぐるぐる振り回せる遊びなんだって思わず思ってしまいましたけど、実際は上で人間が回ったり逆立ちをしたりぐらいなんですね。まあ波の荒いところだったら実際に機体ごと跳ねて、でも回転したりとかいうようなことはできるみたいですね。なんですか、あの同じレースものでも例えば一応車とかマリオカートとかにしてしまうと、多分そのキャラクター性でなんか3歳からおじいちゃんおばあちゃんまでってイメージになるけど、やっぱりこのジェットスキーっていうと10代後半からやっぱり30代中半ぐらいまでがすごい興味があるものだと思うんですけど、結構真面目にレースっていうジャンルを遊んでほしかったっていうのはありますね。ビジュアルがすごい綺麗ですもんね。それにずっと今も見てる画面もそうですけれども、この止まってっても動いてる、この水に浮いてる感じっていうのをね、表現するのに結構力を入れてるんで、やっぱり一番の売りはこの水面とそのプカプカ浮いてる感じっていうのをぜひ見てほしいですね。有機内のゲームのツボ、ワンワンコーナー。思ったことをそのままコーナーにしてしまう、ワンコーナーにしちゃうコーナー、ワンワンコーナー。今日は新コーナー、いつも新コーナーだ、ワンワンコーナーその14、ゲーム秋の味覚特集。といえば食欲の秋ですね。どんなものを見ても美味しそうに思えてしまう今日この頃、ゲームの中に出てくる美味しそうなものを料理してみました。まずはキノコご飯です。これはですね、ドラクエ1のお化けキノコで、ご飯を作ってみました。どうですか。なんかあの入ってないのに納豆ご飯みたいな感じがしていいですね。続いて、ダイオウイカの姿焼きとマリンスライムのつぼ焼きです。どうですか。焼いても鮮やかなブルーは変わらないんですね。とても新鮮な感じがします。マリンスライムのつぼ焼きもそうですね。
ぷよぷよとした感じで、焼いても身が締まらないところが特徴でございますね。はい、最後はデザートです。はい、こちらのスライムぷよぷよ入りタピオカ風デザートでございますね。まあこちらつぶつぶ入りのグレープとかとね同じだと思っていただくといいですけどね。中のスライム全部生きておりますからね、バブルスライムとか毒性が強いものには気をつけてお飲みいただきたいですね。以上、ワンマンコーナーでした。ゆうきなえのゲームのツボ、ゆうきコレクション。ゲームの中に出てくる美術品の殿堂、ゆうきコレクションにようこそ。私がゆうきコレクションの女主人、ゆうきなえでございます。では今週ゲーム世界から買い付けてきた美術品を紹介しましょう。ザーマス、私さっきちょっとよそで料理評論家としてもバイトしてたザーマスけどね、そうやってコツコツお金貯めて買っているザーマスよ、うん、今週買ってきたのはですね、セプテントリオンの船にある像ですね。これどこにあったかというと、まあロビーというか沈没する前しか見れないと言われていますけれども、台ごと出ましたが、つまり私スキューバダイビングで潜って、ここだけの話かっぱらってまいりました。ただでございます。これはこうやって私お金を貯めて次にまたより良いものを買おうと思っていると。しかしゲームがゲームなのでね、セプテントリオンなので誰がやったゲームなのかわからないのでね、ゆきなえさんがやったゲームだと一人も助かってませんからね。そんなところからもし像を持ってきてたら呪いの像みたいで怖くてしょうがないですね。クリアされたものから持ってきたものと私は信じたいざます。以上、ゆきコレクションでございました。松茸まだ私食べてないんですけれども、なんか作家さんはもう食べたイエーイって言ってたんだけれども、お家でいただき物をしてお吸い物を、作って召し上がったそうですが、長谷園の松茸の吸い物と比べてもう全く同じ味ってすごい寂しかったと言ってました。やっぱあれだね、お化けキノコご飯いいんじゃないかな。しかしこのマガジンも見てるんだけどすごいよな、なんか松茸に似てるな。でも手足があるとちょっと食べにくいよね、さすがに。でご飯がどう見てもこれ据えてるとしか思えない。なんかこうきつね色に炊けてるっていうんじゃなくて、なんか10日前のっていう感じが、10日前、松茸ご飯を10日ほっとくとねえ、お化けキノコご飯にはなるかもしれないですね。ただサンマ食べたし、でも栗ご飯とかまだ全然作ってないから作んなきゃな。寒くなってきたからシチューとかは自分で作って食べてるんですけどね。それでは今週も聞いてくださってありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。ゆきねえでした。お聞きのチャンネルで放送中のスーパーファミコンアワーは、お手持ちの BS チューナーに任天堂より発売中のスーパーファミコン専用衛星放送アダプターサテラビューを接続することで、音声以外にもゲームやビジュアルなどが楽しめる未来型バラエティ番組に参加できます。スーパーファミコンアワーに関するご意見ご要望については、東京 03-5350-8686、東京 03-5350-8686、 セントギガサテラビュー放送センターまでお問い合わせください。朝10時から夜9時まで受け付けています。セントギガからのお知らせでした。